東京株式市場では日経平均株価が大きく値下がりしおよそ1年2か月ぶりに2万円の大台を割り込みました新型コロナウイルスへの感染がアメリカを含む世界で拡大していることを受けて世界経済が減速するという懸念が強まって株が売られています現在は先週末に比べ922円安い 1>, 1万9827円で取引されています。